ブロッコソルバー入門の第22回目の動画をお送りします。パラレルイメージングの第2回目をお話しします。パラレルイメージングをブロッコソルバーでシミュレーションするときは、まず、受信コイルの感度分布を準備し、アンダーサンプリングを行うパルスシーケンスを準備する必要があります。また、収集された信号データから画像再構成を行うためには、 前回の動画で紹介したアンフォールディングマトリックスを計算する必要があります。以下に、リダクションファクターが2、3、4の時のシミュレーション方法と再構成方法を紹介します。ブロッコシミュレーションのためには、次の4つのものを準備する必要があります。第一に、数値ファントムが必要です。これには、サンテスラで撮像された頭部画像データから作成された プロトン密度分布、T1 分布、T2 分布を使用します。マトリクスサイズは256の3乗です。画像視野は 220mm です。B1 プラス分布、すなわち送信 RF 分布は均一とします。B1 マイナス分布、すなわち受信感度分布を数値ファントムと同じ空間分解能で指定します。ここでは前回の動画で紹介した 6個の RF コイルの作る磁場分布をビオサバールの式で計算することにより作成しますこれはコイルの受信感度分布と RF コイルの作る磁場強度が比例するという事実によるものですパルスシーケンスはフルサンプリングされたパルスシーケンスにおいて位相エンコード数を256から128、86、64へと書き換えることによって作成します このソースコードは、リダクションファクターが2の時のパルスシーケンスの前半部です。NPE1 というパラメータを128に設定しています。また、グラジエントステップの刻みに関する量を一定とするために、これまで NPE1 と書かれていた量を256に書き換えます。このソースコードは、リダクションファクターが2の時のパルスシーケンスの後半部です。ここでは 位相エンコード量を NPE1 で割っているのでこれによってアンダーサンプリングを実現していますこれはパラレルイメージングを行うためのコマンドテキストですこのようにリダクションファクターを2としたパルスシーケンスを使い6種類の受信コイルをこのように指定しますこれによって ブロッホシミュレーションの結果である受信コイルごとの信号が別々のファイルに保存されますこれはビダクションファクターが2の時にブロッホシミュレーションを行った結果ですこのように計算時間は約12.28秒となっていますこれはフルサンプリングの時のシミュレーションの計算時間約24.49秒の約半分となっています ここに示すソースコードは、リダクションファクターが2の時に、アンダーサンプリングで撮像された画像から、疑似反転行列を用いて、エリアジングのない画像を取得する計算式です。コイルの感度分布は、位相項がない実数としているため、式は比較的簡単となっています。位相項がある場合には、少し複雑な式になります。疑似反転行列の成分は、精度よく計算しておく必要があります。 この図は、リダクションファクターが2の時に、センス再構成プログラムを組み込んだ、グの再構成プログラムです。6個の生データファイルと、コイル感度分布を読み込むことにより、強度画像、位相画像、実数部画像、虚数部画像を同時に表示します。これは、リダクションファクターが3の時に、ブロッコシミュレーションを行った結果です。 このように、計算時間は約8.2秒となっています。これは、フルサンプリングの時の計算時間、約24.49秒の約3分の1となっています。ここに示すソースコードは、リダクションファクターが3の時に、アンダーサンプリングで撮像された画像から、疑似反転行列を用いて、エリアジングのない画像を取得する計算式です。 実数部画像のみを示しますコイルの感度分布は位相項がない実数としているため式は比較的簡単となっています位相項がある場合には少し複雑な式になります疑似反転行列の成分は精度よく計算しておく必要がありますこの図はリダクションファクターが3の時のセンス最高性プログラムを組み込んだ V の最高性プログラムです 6個の生データファイルとコイル感度分布を読み込むことにより強度画像、位相画像、実数部画像、虚数部画像を同時に表示します。これはリダクションファクターが4の時にブロッホシミュレーションを行った結果です。このように計算時間は約6.16秒となっています。これはフルサンプリングの時の計算時間。 約24.49秒の約4分の1となっています。ここに示すソースコードは、リダクションファクターが4のときに、アンダーサンプリングで撮像された画像から、疑似反転行列を用いて、エリアジングのない画像を取得する計算式です。実数部画像の計算のみを示します。コイルの感度分布は、位相項がない実数としているため、式は比較的簡単となっています。 位相項がある場合には少し複雑な式になります疑似反転行列の成分は精度よく計算しておく必要がありますこの図はビダクションファクターが4の時のセンス最高性プログラムを組み込んだ g u の最高性プログラムです6個の生データファイルとコイル感度分布を読み込むことにより強度画像、位相画像、実数部画像 巨数部画像を同時に表示しますこの動画のまとめです1番目、センスのブロッホシミュレーションを行うための準備について説明しました2番目、センスのブロッホシミュレーションには RF コイルの感度分布アンダーサンプリングを行うためのパルスシーケンスの作成センス画像再構成プログラムの作成が必要です3番目、リダクションファクターが2 3 4の時のブロックコシミュレーション時間は、位相エンコード数がフルサンプリングの場合に比べ、2分の1、3分の1、4分の1となることから、それぞれ約2分の1、3分の1、4分の1となりました。4番目、リダクションファクターが、2、3、4のいずれの場合も、アーチファクトのない画像が再構成されました。ただし、疑似逆行列の計算には、 精度を十分に確保する必要がありますこの動画は以上です最後までご視聴いただきありがとうございました